お晩でございます。加藤千尋でございます。突然ですが皆さん、日本語得意ですか？この動画を見る方ほとんどが日本人の方だと思います。まあ日本人であれば当然日本語得意だって言いますよね。なんて言ったってネイティブスピーカーですからね。しかし私、加藤千尋、日本人の一人としてあえて言いたい。我々は日本語を舐めすぎているのではないか。まあ日本が大好きな外国人の方が日本人よりも日本に詳しいなんてことがあったりしますよね。それと同じように我々日本人は日本語が得意だと思い込んでいるがゆえに日本語の奥深さを知らないのではないかと私はそう思ったんです。ということで今日は皆さんの日本語力を試してもらうために私、日本語のリスニング問題を考えてきました。リスニングです。まあ書き取りとかだとね、漢字がわからないっていう人も中にいるかもしれませんが、リスニングですから聞けばわかるはずですよね。しかしこのリスニング問題非常に難しいです。この問題を全問正解できた人は名字を日本にするべきです。そんぐらい難しい。まあものは試しです。早速やっていきましょう。はい、では今から私が日本語のあるフレーズを皆さんにお話しします。それを聞いていただいて何と言っているか当ててみてください。では最初の問題、難易度埋めの問題です。よく聞いてください。ブンナムシャナスメドワートウゼネケオシャナクヌク。もう一度いきます。ブンナムシャナスメドワートウゼネケオシャナクヌク。はい、どうでしょうか。おそらくね、外国語のように聞こえるという方は多いのではないでしょうか。でも日本語を話していますよ。ここがね、日本語のすごいところですね。話し方によっては外国語のように聞こえてしまうということですね。はい、ただわからないよという人のためにヒントを出します。ヒントは夏、そして海、夏の海でよく見かける光景を日本語で説明しています。それを踏まえてもう一度聞いてみてください。ではいきますよ。ナムシャナスメトブラテウゼネケオシャナクヌク。もう一度。ナムシャナスメトブラテウゼネケオシャナクヌク。はい、わかりましたでしょうか。では私が何と言っていたのか答えを発表します。こう言っていました。ナムシャナスメトブラテウゼネケオシャナクヌク。ナムシャナスメドバラトウズニキヨシャナクヌク。これあるあるですよね。親父っていうのはね、夏の海に行くと大抵ね、船虫を鼻に詰めて笑いますよね。はしゃぎすぎちゃうんでしょうね。そんな親父を戒めるためにお袋が親父の毛をシャナクヌク。そんな光景がね、子供の頃の夏の思い出になっているという方多いのではないでしょうか。では次の問題に行きます。難易度は高い。ちょっと難しくなりますよ。よく聞いてください。気象方式を手切り風を巻きのぶレガリス。もう一度いきますよ。気象方式を手切り風を巻きのぶレガリス。はい、わかりましたでしょうか、ね、この問題もね、わからないよという人のためにヒントを出します。ヒントはゲリラ豪雨。はい、まあ、ピンときたよという人いるかもしれませんね。はい、ではもう一度いきますよ。よく聞いてください。気象方式を手切り風を巻きのぶレガリス。もう一度。気象方式を手切り風を巻きのぶレガリス。はい、では、答えを発表します。私が何と言っていたのか、こう言っていました。気象方式を手切り風を巻きのぶレガリス。気象方式を手切り風を巻きのぶレガリス。そうです、あの人です。牧野です。まあ気象報士はね、基本的に嫌いという方多いと思います。
今日はね、そうそう、雨、今日は雨は、雨降らないですね。雨は降らないですね。という予報からの突然のゲリラ豪雨。もう傘持ってきてないじゃん。もう折りたたむやつの傘持ってきてないじゃん。つか折りたたむやつのあの傘ってあれどういう仕組みで折りたたんでんの？どういう仕組みで折りたたんでんの？そう思う方多いのではないでしょうか。その点牧野は違います。今日は雲一つない快晴です。でも降るかもしれないゲリラ豪雨。以上、気象予報でした。牧野は言ってくれますよね。ゲリラ豪雨降るかもしれないよと毎日言ってくれますよね。そう言ってくれるとね、我々はじゃあ今日折りたたむやつの傘持っていこうと判断できるわけですよね。いやもう牧野には感謝してもしきれないですよね。では最後の問題に行きます。最後の問題は難易度待つ。はい、きっとわかるはずです。あなたならわかるはずです。よく聞いてください。Believe I'll heal that you in the master company pink company have lento lento fundamentalもう一度言います。Believe I'll heal that you in the master company pink company have lento lento fundamental。 わかりましたでしょうか。まあ、この問題はあえてヒントなしで考えてもらいます。よく聞いてください。ではもう一度言います。 Believe I'll heal that youIf the master company pink company happy lento lento fundamental もう一度 Believe I'll heal that you If the master company pink company happy lento lento fundamental はい、ではですね、答えの方を発表したいと思います。私が何と言っていたのか、こう言っていました。Believe I'll heal that you if the master company pink company happy lento lento fundamental. Believe I'll heal that you if the master company pink company happy lento lento fundamental. はい、そうなんです。これあの人気歌手星野源さんの隠れた名曲と言われているボリビアの人たちのサビの部分の歌詞なんです。うん、あの歌はね、いい歌ですよね。あの歌、あの曲を聴いたことによって、まあ、ボリビアに興味が出てきましたからね。うん、しかし疑問に思う方いると思います。いや英語じゃんと、英語じゃんと、日本語じゃないじゃんと、まあ、思う方いると思います。でもよく考えてみてください。カンパニーピンクカンパニーハッピーレンタルレンタルパンダメンタル、これ日本語ですよね。日本語なんです、ね、もちろん外国語ですよ。外国語なんですけど、もう日本で普通に使われてる。これが日本語、ひいては日本の素晴らしいところだと私は思うわけです。もともとは海外のもの、海外の文化を自分たちの国に取り入れて、アレンジを加えてオリジナルのものにしてしまうと。まあ日本語以外の話になるとね、もう9月、そして10月、10月になると何があるか。ハロウィンですよね。ハロウィンってのはもともとは日本のものではないわけです。でも日本の中に取り入れて、アレンジを加えて、もうオリジナルのイベントにしてますよね。ハロウィンってのはもともとコスプレパーティーではないわけです。でも日本にとってのハロウィンってのはコスプレをして街中に繰り出す。まあ、そういうオリジナルのイベントになってますよね。うん。まあ、それはまあ良し悪しあると思います。良し悪しはあると思いますが、僕はね、まあすごいところだなと。
まあ懐が深いというかね、いいところだなと、まあ、思う部分ありますね。まあ、日本語においてもそういった部分がね現れているということで、やっぱ日本語ってすごいなと、素晴らしいな、懐が深いなと、やっぱりそう思いますね。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。まあ、今はねその、日本語だけではなくてね、外国語ね、海外の言葉をね話せた方がいいとか勉強した方がいいとか、まあ、言われたりしますけれども、まあ、やはりね、日本語ね、日本人ですから日本語についてもっと深く知る、日本語を使う、まあ、そういったこともねすごく大事なんじゃないかなと私は思いますよ、ね。まあ、今回はね、私の考えた日本語リスニングクイズ、それを通して、まあ、日本語ね使ってみようと、ちょっと勉強してみようかなというふうに、ね、思っていただければ私幸いでございます。まあ、かくいう私もですね、まあ、日本語とかね日本について、よく知っているかと言われると、まあ知らないことも、ね、たくさんある、と思いますので、まあ、ちゃんと勉強してね、ちゃんと使っていきたいなと、日本語ちゃんと使っていきたいなと、そういうふうに思っております。では以上加藤千鶴でございました。それでは皆様 Have a nice day. Goodbye. Thank you. ありがとう。東京。東京。ありがとう。Thank you. Good night.